那覇市立図書館は、沖縄県那覇市にある市立の公共図書館である。沖縄県では、当時の沖縄県立図書館を含むすべての図書館が、第二次世界大戦によって、姿を消し、戦災から守るため農村部へと、避難させていた蔵書までもが消失した。戦後の図書館再建の先駆けとなったのが1947年に、 沖縄民政府によって設置された沖縄中央図書館である。これは戦前最後の沖縄県立図書館長であった白間町教の働きによるもので設置に際して内地や台湾などへ図書の寄贈を依頼している。一方琉球列島米国軍政府も図書館設置に協力し、その仲介で上海から千冊の和書を譲り受けたが、 それでも三つの文館を合わせても2700冊と、ごく小規模のものであった。この本館が、那覇市立図書館の起源となっている。沖縄中央図書館の本館は、沖縄民政府とともに、那覇へと移転し、市内で、学校跡地などを5カ所を点々とした後、1951年に、琉球列島前国民政府へ移管場所も、那覇の草原寺跡に移り、 情報会館となった。翌1952年、那覇竜米文化会館へ改称。なお、石川、名護の文館もそれぞれ独立した竜米文化会館となっている。那覇竜米文化会館は1960年頃に一度よ儀の新館に移転し、さらに1969年に現在の那覇市立図書館の場所へと新築移転した。 1972年には、沖縄返還によって、那覇市へ移譲那覇文化センターとなり、3年後の1975年に、教育委員会へ移管、現在の、那覇市立図書館へと名前を改めて今に至る。1980年代には3つの文館を設置、現在では6文館を有する。1996年、移動図書館を含む全館をつなぐ。 コンピュータネットワークを運用開始。2001年には沖縄県立図書館と共同で沖縄県図書館総合目録の運用を開始しており、2008年現在12館が参加している。また、1999年に蔵書検索が可能なウェブサイトを開設し、2007年にはそこでの予約も可能になった。米文化時代から 巡回文庫として全流100カ所ものステーションに資料を貸し出していたほか、移動文化会館として各地で様々な文化活動を行っていた。私立図書館となった翌年1976年には移動図書館青空号による巡回を開始したが、2008年に廃止となった。那覇市立図書館は中央図書館と6つの文館からなる。 休館日はいずれも月曜日であったが、2008年に、うち3館の休館日が金曜日に変更となった。現在は、牧市駅前、首里、半田川の3館が金曜休館である。祝日と毎月第3水曜日、異例の日も休館である。開館時間は、平日が9時30分から19時まで。土曜日は18時まで。日曜日は、中央館。 半田川間が18時まで、他は17時まで。1998年に貸出し冊数の制限が廃止されたため、現在では何冊でも借りることができる。ありがとうございます。